四軸的心です、えー。接種からですね、24時間30分が経ちました。えー、パッとにですね、えー、こう注射をしたところが腫れたりとか、そういうのはありません。まあ、触れば少し熱があるかなというぐらいですね。そして体温の方ですが、えー、だいたい、えー、15時過ぎぐらいからでしょうかね。えー、上がり始めて、えー、冒頭の部分にありましたが、えーまあ、体温計1号機が38度、二、えー、2号機が 37.6度と、ね、いうことで、えー、まあ感覚的にも熱はあるなという、そういう感じですね。それ以外何か、あの、気持ち悪いとか、ええー、なんかそういうような異変はありません。ええー、それではまた、ええー、レポートしたいと思います。 ええと、それと、一言ちょっと忘れていました。えっ、ー、と、一回目の時はですね、だ、え、い、ー、大体発熱が、もっとあの、夜中っていうか朝方とかだったんですけど、えー、まあざっくり言うと12時間ぐらい早いですかね、発熱するのが。えー、ま,あまた夜中かなとかってちょっと高をくくってたんですけど、えー、そういうわけにはいきませんでした。